皆さんこんにちは、ジュゴンです。ということで今回もウィンニングレブン2021の動画を撮っていきたいと思います。はい、ということで今回は4月12日最新情報を紹介していきたいと思います。ということで、今回はなんか急にレジェンドが追加されたりとか、能力の紹介もやりますし、あとは細かなイベントね、情報なんかを紹介していこうかなって思います。はい、まずは先週のeフットボールリーグの結果なんですけど、予想キャンペーンやっていたそちらの結果ですね、バルセロナとバイエルンの試合の結果は、2対3で2試合合計はバイエルンの勝利ということで、バイエルン勝利予想していた方は300ポイント、その他の予想をしていたという方は100ポイントということで、これがメンテ後に配布されるので今週なので、しばらくね待てばポイント入ってきます。はい、それからまだこれ見れるんですけど、一応キャンペーンですね、こちらまだ見ることできます。今週の木曜日のメンテに入るまでだったらおそらく見ることできるので、ぜひねまだ見てないという方、ポイント欲しい方はゲットしてみてください。はい、それからお知らせ特になかったんですけど、今週は先週のお知らせが来ている通り、アーセナルのアイコニックが登場するということなので、今週すでに登場しているバルサやバイエルンと比較しながらね、どれ引くか判断していただければいいかなと思います。おすすめのガチャなんかはね、過去動画で紹介したので、興味ある方はそちらを見てください。はい、そして今週なぜか不意にね、タイの選手がeフットボールポイント交換所に登場ということで、必要ポイントは5000ポイントとかなり高めですよね、 FP に比べて。はい、興味あるという方は狙ってみてほしいんですけど、はい、能力はこんな感じですね。総合値は88まで伸びてくるみたいです。ただ能力的にはスタミナのみが90超えということで、あとはね90超えてくる項目ないですし、得点力は90近くあったりとか、スピード、瞬発、キック力、この辺りは高めで、パスだったりとか、あとはフィジカルですね、この辺りが低めということで、少し気になるところも多いのかなっていう印象です。ただコア8ありますし、もちろんレジェンドなので B 固定になっているので、ライブアップデートはねそんな心配なさそうですけどね。はい、プレイスタイルはボックスストライカー持ちの、身長が結構小柄なタイプということで、なんかロマーリオに似てる感じですかね。はい、スキルはシュート系中心に、10個となっているので追加できませんけど、ダブルタッチ、ミドルシュート、ワンタッチシュート、しっかりねいいスキルは揃えてるかなっていう印象です。特に選手がね揃っていたりとか、ロマーリオとか持っている方は狙う必要はないかなと思うんですけど、最近始めたばかりで、B 固定のフォワードいないという方は狙ってみるのも、ありかなとは思いますね。ただ5000ポイントね必要なので、その辺はアイコニックが欲しいという方は引かなくてというか、交換しなくていいかなとは思います。はい、それから今週デイビスが無料配布ということで、こちら来ておりますので、能力のね、紹介をねしていこうと思うんですけど、総合値は97まで伸びてくるようです。かなり伸びてきますね。スピード瞬発圧倒的でカンストしてますし、スタミナなんかは抜群で、あとは高さやフィジカルなんかも兼ね備えていて、守備能力も比較的高め、足元なんかも最高で、かなり能力のバランスなんかはいいですし、攻撃的サイドバックがプレイスタイルついてるんですけど、それが苦手じゃないという方はなかなかハマる選手なのかなと思ってます。コアンや逆足なんかも優秀で、スキルも10個とフルマックスなんですけど、ダブルタッチなんかも持っていますし、インターセプトしっかりいいものを揃えてますよね。適性はサイド中心ということで、特に左サイドバックで使う方が多いんじゃないかなって思います。で、過去のデイビスから比べると能力もねプラス1多く入ってますし、今回ボルゴンがねちなみにトップ強化になってるんですけど、スキルなんかもね、過去のものと変わっていませんし、これは基本的には乗り換えでいいのかなって思います。はい、ということで今回は最新情報を紹介していきました。いかがだったでしょうか。レジェンドの追加だとか、あとは無料配布なんかもありますし、そのあたりしっかり受け取るところは受け取っておきたいですね。今週のアイコニックはアーセナルで確定しているのでお知らせ来てませんが、3選手ねもう情報出てるので、コインの使いどころをね考えるのにはねもってこいかなとは思いますね。こちらのチャンネルではこのような最新情報だったりとか、あとは FP の比較なんかもやってるので、よければチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。ということで今回の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。